今回ですね、新企画ですね。無人島にいるんですけど、一人一つだけ物持って何日まで生きれるんだいっていう恐ろしい企画です。まあギブアップなったら終了です。心が折れたら終了ってことですね。はい、そうだね。全く見えない。めっちゃ辛そう。きつい。気をつけてやる。大丈夫か、ハロッキー。波ある。めっちゃ戻ってきた方がいいんじゃん。寒い。寒い、マジで下半身びしょびしょ。お腹空いた、どうしよう。やばい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 な、潮上がってきてない。やばいやばいやばい。やば、もうこっちまで来てる。これマジで今日釣れなかったらギブアップの可能性あるな。結構辛いな。最高ですね。なのでね、今度10日とか1週間、2週間、まあ1ヶ月とかになる可能性もある。長すぎかな。長いな。はい、こちら2馬力で渡ったんだけど、はい、手こぎです。はい、手こぎ2馬力できました。はい、一つアイテム、はい、一人ずつじゃあ発表していきますか。はい。まずね、無人島といえばこちら。ナイフね。ナイフ。ナイフ、これは必要。これはもう万能ですから。いろんなものに使えます。はい、そして2つ目が、釣りなので初心者セット。あ、竿とリールの仕掛け。竿となんかいろいろその他もろもろ何が入ってるんだ。あ、なんかいろいろ。あ、浮き釣りとか、あ、ルアー釣りもあるじゃん。ルアーあれいいと思ってるけど、これ23回寝かかりしたら最終了だな。終了ですね。大量使いはできない。ここはもう大事に使っていこう。慎重に使う、これは。そして一番大事だろう。はい、水。しゃあ。けどね、これ水。はい。これだけなんですよ。ハロッキー。はい。いや、これは相手です。これは相手。はい。そうですね。これを3で、こちらの水を3人。で、これで3つ目ですね。はい。これなくなったら、あとはもう自分なんかで水を確保しないといけない。確保しないといけない。最悪本当に2日3日で帰る可能性あるね。お腹こう。そうだ。まあ体調崩したりして。体調崩したり。俺とか特にひっちゃんお腹壊しやすいから。僕はね、あんまり壊さないから。なんか強いからな。パッチテストを336って言われてる。なんかいけるかどうかわからないんですよ。大体俺が食うっていう。エビとかとりあえず差し上げて。けどなんかエビとかカニとか俺たちは食えるけど336食えないから1人だけ先に餓死するから。壊れてる。こちらライト。夜とかも行動しようかなと。ライト全部ついてる。やばいやばい。危ない。こっちもついてるよ。はい。緊急ボックスですね。緊急ボックス。ここにはね、まあ薬とか、まああとはまあ怪我した時の絆創膏とか。だってもうでこれ先ほど取ったやつ合わせてまあ5個ですね。そうですね。帰りにこれが4つなってたら、あ、林さんやってんなと思ってください。そうですね。あ、やってんな。これが減ってたらね。じゃ基本1本だけで頑張ろうと思います。これはあれです。緊急用。緊急用の水ですね。はい。これ何なのこれ？これ一応自分のサンダルなんですけど、ちょっと気にしないでください。ただ落ちるだけです。いや、これは炎上するんじゃないかな。あれか、これ別に食えるやつだな。これ食ってからちょっと食料にしよう。牛肉とか言ってこれ錯覚見えて食うかもしれない。これもサンダルじゃんっていうか。サンダルなんかない他に。マスクと、あ、タオルもあります。タオルごめん。タオルあったねさっき。あっちにあったわ。これは336。これ僕のっすね。あ、ちょっと卑怯だね。いつでも汗拭けるわけだからな。汗。最強すぎるだろう。これあったらそれは10日ぐらいいけるでしょ。これで10日いけたらすごいや。なのでナイフと本当に釣り竿と水だけ。これはもうね、多めに見てあげてください。これないと撮影できないですからね。撮影出るんでしょうが。ということで、はい。何日まで生きれるんだい。始まりです。始まりましたね。怖いね。目標はね。確かに目標どうする？俺は5日10日めっちゃぐらいあれば生きれたらなっていう。水が一番心配だから、俺も2泊3日とかそんぐらい。超過によるかな。消化とか食べ物どれだけ確保できるかっていうのが勝負だと思うから、食べ物飲み物だね一番は。とりあえず一通り回る回りますかでちょっと地図も作ろうかな。じゃあこの島の地図を作ります。はい伊藤高高伊能高高とは何ですか。伊能高高とは日本をこう回って地図を書いた人ですね。Google カーなんてね、なんと足で歩いて徒歩で、そんな化け物いるんですか。すごいですよ。それを今回やるってことですね。はい。規模が小さいけど。スタートですね。スタート。もう早速今ね、ここっすね今ここ。ちょっと進んだね。10メーターぐらい。暑いね、ちょっと日差しが。夜はでも寒いんだろうな。夜はめっちゃ寒いと思うよ。砂浜ここ砂があったら貝とか取れるから、あとからなるほどね、攻めやすいと思って。多分あっち行ったら砂浜ないわけよ。なんか見た感じね、石がある。岩って書いてある。岩がいっぱいある。岩はあれか、あの岩なんか木もあるな。漂流物もチェックしていこう。確かに漂流物結構使えるからね。こちら木もある。早速これはあれか、網か。網こいつも足で使えそうだな。ワンちゃんこっち書いとこうな。ここに紐で、こっち遠浅だから魚釣れない可能性出てきたな。ですね、浅いですね。今ね、これでもあれですよ、満潮ですよ今。ちなみにこの無人島の名前、はい、名もなき島です。名もなき島。Google で見たら名前載ってなかった。名もなき、日本国憲法通じるかな。大丈夫かな。ああ、登らんといけない。あっちからだ。あ、行けるここから。ショートカット？やった。ショートカットよっしゃ。なんだこりゃ。ハブいないことを祈る。おお、すげえ。すごいねこれ。この木の葉っぱ。こういうの。思いやすい。琉球松の木。どんどん。どうした？ではこっちにアザミ発見。はいこっち。あ、食べれるやつ？食べれる。けどこれトゲだからあれなんだよね。トゲ切らんといけないよね。切らんといけない、ナイフとかで。こっちで食料1個あるっていうと。喉越しこれ悪いだろこれ。喉越しは悪いな。いやもうこれはもうこいつで切りましょうね。後からね。後でね。必要な時に取ろう。やばい、こっから濡れるな。こっから濡れポイント入りますね。濡れスポ？一周できなくないこれ。一周できないかもしれん。ここはいざりの時に来る、もしくは干潮になってから。あ、これ干潮になってくるか、こっち。見て、濡れてもいいんだけど足つかない可能性もあるんですよ。行ってみるか一回。どうする、行くかも。行っちゃう。島全体が分からないとな。そうっすね。ロープがありますね。なんか洞窟じゃない？洞窟がある？じゃないか、洞窟と思ったら洞窟じゃなかった。なんか反対側行けそうな気がするじゃん、そこから。ガチったら行けそうだな。行くか？ちょっと。本当は外周した方がいいけど。なんか行けそうだね、マジで。なんか反対側行けそうな雰囲気。見てみる？青空が見えた。大丈夫？そうだな。根っこがもろい。気をつけてね。マジで滑る。これね、画面ではちょっと分かりづらいですけど、めっちゃ傾斜なってるんですよ、こっち。ダメだ。ダメ。いけない。いけない。ダメだ。ゆっちゃん、どんな？いけないな。いけない。時間かかると思う。ちょっとじゃ、降りましょうか。気をつけてね。おお、大丈夫か。大丈夫か。危ない。二人がぶつかって入れ替わるのかなと思いましたよ。俺がいるっつってあれ前歯がないって滑るな。この石気をつけた方がいいな。滑り石ですね、ここ。デンジャラスゾーン滑り石。行くか。ああ、濡れがつかない。おお、無駄、悪あがきしてる。悪あがき。悪あがき必要だろう。あれですよ、こういう無人島では、いかに体力を温存するか大事なので。寝る時とか、休む時。あ、冷えてたらね。そう、衣服が濡れてると、休めないんですよ。だから、極力濡れるところは最小限に。それが大事ですね。冬とか特にね。はい、今ね、万事冬なので。うわ、冷た。うわ、冷た、無理。無理。無理。無理レベルで冷たい。半袖なのに。冷たいんだよ、海は相当。うわ。冷てー。慣れるよな、多分な。だいぶ触る気。あ、イラスト描いてます。はい、で、今ドローンは置いてます。ちょっと、ドローン濡れたら大変なんで。そうですね。置いてます。さあ、どうだ。ああ、冷たい。冷たいよな。冷たいである。おお。これ。打てない可能性がある。そう。ここまで来て、そして濡れて。いけない可能性もあるのか。うわお。冷てーよー。冷てー。ズボン濡れた。あ、カニがいる。カニポイントだ、こっち。カニポイント。カニポイントがいる。カニポイントがいる。カニがいる。さあ、ひっちゃんが何かを見つけた。カニ。ここにカニがいる。本当だ。あ、これは食えるカニだった。消えた。あ、いるいる。あー、取られるのか。いるか。いけてるか。あ、なんか刺さってる。え、殻？あ、いたいた。殻？殻だけ取った。何？殻だけ取った。ナイフで刺して、これがだけ取れた。やったぜ。カニゲット。餌にもなるかもしれない。確かに。これ危ないから手だけ危ない。そうだね。やばい。ちょっとカメラ機材心配になってくるのこれ。そうだね。とりあえずカニゲットですね。はい。ポケットに入れます。右ポケットはカニね。はい。やったぜ。カニはでかい。朗報です。はい。あれ燃えますあれ。スズキがある。スズキあれ左になるよ。燃えるね。あれ取れたらでかい。確かにこれはでかい。左最高。左最高ピー。すぐ燃えるね。いけるそうか。ちょっとなんか登り込んで。背中気をつけてな。背中。ここ。この後頭部の方これ。ジャンプしたら多分ジャンプするときに背中にガリガリって。やったなこれ。登れなそう。ちょっと滑るよねここ。滑るからちょっとこんまり効かなくて。効かないし登ったとしてもここに当たりそう背中が。当たって感じる？当たってくる。予防してる。厳しいかも。登れる自信に。さすが。ただこれ軍手がないから痛いな。そうですよ。おお。すげえ。スズキゲット。地図で書きますか。スズキね。こんなもんか。オッケー。はい、パス。オッケー。どうしよう、あっちの奥行くか。なんか厳しそうじゃない。あっちの奥まで行くか。うん、できるところまで攻めてみる。うん。わお。わお。うわー。波がでかい。あ、大丈夫だ、いけた。いける。でっかい波来るよ、たまに。いけた。そこには楽園があるのかい。楽園があるのかい。お、なんか広いね。更新小岩がありますね。小岩がある。あの岩ね。やべえ、これ2ページになるな。2ページになる。結構でかいっすね。トイレットペーパー発見。トイレットペーパー？お尻板割りシート。モンパの木っすね。これモンパの木。これ昔動画で新芽とか食べてたんですよ。食べ持ってくじゃんこれ新芽。これ新芽食えるんですよね。あるあるある。ちょっと柔らかい部分。お柔らかいよ。それ積んでいくつか持っていきますか。これ新芽見て。シルクみたいな。あら、これかっこいい。これ食べれるわけね。じゃあこっちも届けよう。そうですね。いくつか取りましょう。これ誰かのポケットへ通して、俺金入ってるから見て。俺入ってる。一応もう一発いこう。ごめん。なんか怖くなってた。お腹すくも。お腹すくから。モンパの木ゲット。結構なんかススキあるね。こっちにもススキある。あるね。琉球松もあるじゃん。いいねいいね。結構いろいろありますね。漂流物が少ない、まあいいことなんだけど、意外にないね。反対側とかもしかしてあるかもしれないね。場所によってね、溜まるところ溜まるところがある。あ、そっか。流れ問題ね。風の問題か。風とか潮とかの関係上流れないかもしれないけど、見た感じこっち軽い石もないから、確かに多分流れ的にはあんまり溜まらないような構造かもしれない。この部分はお食料1個ゲット。何ですかこれは。長命草です。長命草。こんなところに長命草。長命草これもゲットしよっか。これもいくつか持っていきましょう。これ生でも食える？めっちゃ苦い。苦いからお湯で一回。おいった。これ隊長早速崩すやつよ。これもしかして初日から日帰りしようとしてる。俺も日帰りしようとしてる。噛めば噛むほど逃げ。自爆じゃん。苦い。もうちょっと苦いですよこれ。でも一応栄養価は高いです。でもなんかね、風味は生で食うとちょっとフレッシュっすね。まあそうですね。なんかここは魚が釣れそうな雰囲気でもあるな。なんかルアーとかやったらこっちとかいないかな。こっちそうですね。一緒。こっち一緒。お、ベッド発見。ベッドよっしゃー。あら、これで腰をいたわれる。ベッド発見。あー、マットっすね。あとこれを18名集めれば快適な生活が始まるかもしれない。アパホテルの完成。アパホテル18個集めたらここでなんですけど、あちらさらに奥があるんですよね。うわ長っ。ちょっとあそこら辺波あるね。これ干潮の時に行った方がいいかもしれない。今満潮だからちょっとやばいかもしれない。多分伊能忠敬もどうします行きますって言ったら、いやもう別に性格じゃなくてもいいよってなったと思うんですよ。だからここは見える範囲で多分こうだろうなで書こう。じゃあなんとなくでいきますよ。じゃあなんとなく今こうちょっとね。岩いっぱいあるんですこの。今ここまでしか分からない。見える範囲はここまで。ここからもまだハテナ。ここからはハテナですね。ここまででも結構進んだんだ。続きは干潮がいいかな。ちょっと危ない。今潮があそこら辺も結構波立ってるんでね。見えるかなほら。そうですね。波立ってるからちょっと分かんないんですよ。じゃあ戻ろうか。はい。じゃあ戻りますか。はい。毎朝ねいろいろゲットしてるから。はい。長命草だったりカニだったり。そうだね。戻ろう。はい、戻ってきました。名もなき島3分の1ぐらいかな。こんな感じですね。今ここまで書いた。多分あとこんなってあると思うけど、こう約半分ですね。ということで、お水ちょっと飲もう。いいっすね。やっぱなんかお水飲めるとみんなにこやかになるね。いきます。あー幸せ。水切れまでカウントダウンあと2日ぐらい。次は反対側、こちらの方向に向かいたいと思います。ゲーム画面007ゴールデンアイ64のやつですね。グワーってやるやつ。お、この角材いいんじゃん。おお、太い。ぶっといね。あ、ロッケー。はい。すごいもの発見したかもしれない。うわ、強そうこれ。そうそう。あ、いいですね。これで。またゲーム画面だ。ゲーム画面。バットエンドだろ。なんか使えそうだ。とりあえずこれもじゃあキープだね。キープ。いいですね。ここ結構漂流物多いな。燃やしそうなものとかたくさんあるね。なんかこの白いの。あ、なんこれ。これ持ってみて。え、お、瓶これ。ハルキこれ。待って、蓋入ってるよこれ。蓋閉められてるってこと。これこすってみて。やばい。あ、もう出るぞ。出るぞこれアラジンで。これ中国っぽくないなんか模様が見て。本当だ。なんか酒って書かれてるよ。日本語で。酒。あ、なんかうん。願い叶いそうだね。これ開けてみっかい。開けてね、願い事飲んでから願い事を言ったのに。飲んでから。うわーくさっ。酒の匂いする。でも。おお。酒の匂いするね。これはめっちゃ酒の匂いするけど。あ、もうない？出ない？終了？おお。酒だけど、酒だけど海水混ざってる。まずい。あ、海水が混ざってるからな、まずいのか。めっちゃ海水混ざってる。うわ。じゃあほとんど海水じゃない？惜しい、うん、ほぼ海水。惜しかったな。辛かった。酒だったら。そう。持ち帰ったけどな。晩酌だったけどな。これ網使えそうな。まあ一応これも持っていくか。もう使えそうなもの全部持っていこう。くさ。マジでこっから長いぞマジで。今から拠点も作らなきゃいけないからね、暗くなる前に。ああ、これも長生き、まあ使えそうだね。あ、ここら辺に拠点したら燃えるもん多くね。確かに。ほらこれもさ、雨降っても大丈夫なようにこっちとかいいんじゃん。こういうなんか木と木の間だから、まあここら辺にしよっか。あ、とりあえずじゃあ次は島探索しながら拠点に必要なもの、そうだね、使えそうなやつ。ああ、そうそう。これジャンプしないといけんな。うわ、無理だ。